大館市は秋田県北部に位置する市、市の北境で青森県と接している。大館盆地地域の大部分は山間部であり、米城川とその支流の流域に沿って集落が点在する。大館城市及び市役所、裁判所、検察庁などが立ち並ぶ、旧市街地は長木川と米城川に挟まれた大館盆地の中心にある。 全国の一般的な主要都市と異なり、主要駅の大館駅よりも東大館駅の方が、市役所に近い。県庁所在地の秋田市及び、県南部への交通の便は悪く、娯楽や観光、商業、医療の面では、秋田県内の各都市とのつながりよりも、大宇本線、東北自動車道などが通っていて、距離も近い広崎市や中南津軽地域とのつながりが、強い。 大館市中心部周辺の空中写真。画像上部中央付近に大館駅があるが、古くからの大館の中心市街地は、画像中央から下部の貸し段球場に形成されている。2016年7月12日撮影の8枚を合成作成。国土交通省国土地理院地図、空中写真閲覧サービスの空中写真をもとに作成。 秋田県の北部に位置する。北京で青森県と県境を接し、東京で和野郡小坂町と和野市、南京で北秋田市、西境で藤里町と接する。2005年、西部の田代町、北部の大館市、南部の比内町が合併し、面積がほぼ2倍となった。秋田三大河川の一つである米城川が、 東から西に向かって中央部を貫き、南から流れてきた西川と日け川、北東から流れてきた長期川、岩瀬川、早口川が次々と合流する。大館市は四方を山に囲まれた盆地である。北部の山々は、白上山地の東端に位置する田代岳を主砲とする1000メートル級の峰が連なり、東部には鳳凰山に代表される500メートル級の山々に、 樹海が広がっている。南部には、龍が森を主法とする比内連邦が、屏風のようにそびえ、東部には、魔盗山などのなだらかな山並みが続いている。大岳盆地の中央には、霊峰として知られる、立子森が、ピラミッドのような産業でそびえている。秋田県内では、経済、医療、教育、気象など分野により、大岳市と北秋田市、 北秋田郡を含む地方を北秋、さらに北秋地域と和野市、氏、野郡をまとめて北秋カ野、または北地下、大岳市と和野市、氏、野郡を大岳六角と分類し、区分する場合が多い。欠片の気候区分では、温暖湿潤気候に属する。年間最高気温と年間最低気温の差が大きく、山々に囲まれた盆地のため夏は高温多湿になり、 朝もやが発生しやすい。大立市周辺の北秋、数の地方は縄文時代の遺跡が多く残る地域で、大立市内にも170カ所に及ぶ遺跡が確認されている。8から9世紀頃までは、蝦夷の地であり、当時は大立市周辺は、家内と呼ばれる山和朝廷の勢力の及ばない地域であった。大立地方が文献に初めて登場するのは、 日本三大実録岩行二年上の岩行の欄の記事で秋田城下の村の一つとして家内と記され、大館地方は古来から比内軍の一部であった。1590年に豊臣秀吉の衆院上により比内軍が秋田軍に編入され、以後1878年に旧比内軍のほぼ全域が北秋田軍となるまで秋田軍に属していた。 関ヶ原の戦い以後、日立国から佐竹氏が違法され、大館城には、現在の日立大宮市から佐竹氏に従って移った小場2世が城代として入城して、江戸時代には久保田藩の大館城下として栄えた。しかし、母親戦争の折に十二所の戦い、大館城工場戦などの激しい戦闘が行われて、大館城などの中心部を含む、 市内の広範囲の部分が消失した。特に中心部は町や29軒しか残らなかったほど焼き尽くされ、その後も大正、昭和期に中心部が幾度となく大火に見舞われ、歴史的な建造物や城下町だった面影はほとんど残っていない。近世では1885年に花岡村で黒鉱などが発見されたことをはじめ、広範囲で鉱山が解散された。 鉱石の運搬などのため、秋田県でも、いち早く鉄道網が整備され、1980年頃までは、秋田県の都市圏の中では、秋田市に次ぐ規模として、人口も増加し周辺が発展していった。しかし、昭和時代後半には、資源の枯渇に伴い鉱山の閉山が相次ぎ、人口が流出すると同時に、鉄道の廃線や、 商業施設の衰退など市として一時の勢いがなくなり、秋田県の都市圏としても2000年以降6位まで下落している。明治時代以降大館市立総合病院三次医療は、北秋、数の地域では、当初の計画で、北秋田市民病院に救命救急センターを開設する予定であったが、計画通りの医療機関になっておらず、計画が白紙に戻され、また、 秋田市の秋田赤十字病院から大館市は120分以内で到達できないため空白地域になっている。現状では大館市立総合病院が広崎大学と専門医養成ネットワークに関する協定を締結していて、また広崎市への到達時間が秋田市よりも短いことから3次業は高度救命救急センターのある 弘前大学医学部附属病院に頼ることが多い。秋田看護福祉、大学大学高等学校大館取り、鳴る高等学校は1898年に秋田県第二尋常中学校として開校する。後に大館工業高等学校、大館商業高等学校、大館南高等学校が分離独立する。中学校小学校特別支援学校廃校に、 なった、学校学校教育以外の施設交流都市として、中堅八甲生誕90周年の節目の2013年から、ゆかりのある各自治体が集まり八甲サミットを開催している。米城川やその支流の周辺では、稲作が盛んで、市街地以外は、田園風景が広がる。また名産品が多く、秋田県、比内鳥、霧丹歩、大立曲げっぱ、天然あが、 大館の後大名産品として知られている。中世の時代から森林資源と鉱山資源に恵まれ、花岡鉱山、釈迦内鉱山や旧比内町地区には大谷、大久津、立又、大牧大沢、藤原の鉱山があった。森林資源では天然秋田杉が、鉱山資源では良質の黒鉱や、近藤などの貴金属を多く産出したが、天然林の枯渇や、 鉱山の経営悪化により衰退した。霧担保。大館が本場である指定金融機関は、秋田銀行である。大館駅大が本線。国道7号が、秋田市方面から、青森市方面に、西から北へ伸び、東へは、花輪線。国道103号を経由し、国道282号が、森岡市方向へ伸びる、交通の分岐点となっている。 県庁所在地や北市への交通は、北秋田市より西へ通じる路線バスや高速バスが運行されていないため、移動手段は車か鉄道しかない。車での移動は、大館の城空港 IC、秋田県道325号大館の城、空港再線、国道7号を経由して、二つ井白紙 IC から、秋田自動車道を利用するか、国道285号を利用する。また、 鉄道は特急を合わせて、おおむね1時間に1本程度、所要時間1時間30分から2時間程度かかる。森岡市へは、東北新幹線への接続のため開設された高速バスが1時間に1本運行されており、長距離移動の使用手段となっている。鉄道は、秋田県の中で、いち早く整備されたが、私鉄は1994年までに、すべての旅客営業が廃止され、 その後は、東日本旅客鉄道だけが現存する。車での遠距離の移動には、東北自動車道を利用することが多く、ドアラインターチェンジ、小坂インターチェンジ、イカリガセキインターチェンジの各 IC を経由するか、秋田自動車道から小坂 JGT を経由する。高速道路一般国道国道7号町村長町付近秋田県道大館の白空港がもより、 リムジンバスで1時間程度かかる北秋田市郊外に立地し、羽田便だけの運行である。発着便がこの空港より増える青森空港、秋田空港も利用の範囲内である。テレビ局コミュニティ FM 市外局番は0186で、大館市単独で一つの単位料金区域となっている。なお、回線は NTT 東日本が付設するメタリックと光ケーブル、 KDDI のメタリック、大立ケーブルテレビによるケーブルテレビ網を使った回線などであったが、2012年度から KDDI が光ケーブルによるサービスを開始し、選択肢が増えた。他大立八景は、大立市を代表とする八つの景観や施設を選定したもので、1762年から中国の少々八景になぞらえて指定したのが始まりである。 桂城公園石田ローズガーデン、大館樹海ドーム浸水公園町奏風穴登山法王山、日陰温泉大館駅前の八構造。八は、大館生まれである。ありがとうございます。